座りが、単語フレーズの広げ方、54回目のトピックですね。まあ、思い出せないとしておきましたですね。今日から2月ですね。そしてタイの方もですね、まあ、規制の緩和ですね、コロナの影響ですよね、が今日から始まるかなというところです。ですので、まあ、大体まあ普通通り、外出したりとかっていうのはある程度できるのかなっていうところみたいですね。はい、じゃあ早速見ていきましょうというところですね。思い出せないタイ語ではぬまい、あー、これだけでいいですね。ぬまい、あーですね。ちょっと一個一個、基本に忠実にですね、意味を見ていきましょうか。ぬっていうと思うとか思い出すとか思い浮かべる、イメージする、そういう意味なんですね。それちょっと頭にまず入れておいてくださいですね。まい、これは否定のまい、まあこれはいいでしょう。次、おーですね。おーっていうと出る、外に出ていくイメージですよね。入ってくるイメージはカオでしたよね。カオ、おーのおーです。外に出ていくアウトのイメージです。ですからぬ、イメージはする、頭で思おうとはするんだけれども、まい、おー、アウトプットが出てこない、そんなイメージなんですよ。外に出てこない、だから思い出せないっていう意味になります。結構使いますよ、ぬ、まい、おー。そうですね、かなり使いますね。このぬっていう言葉もかなり使うと思います、日常生活ででしょうか。はい、じゃあですね、今日はこのぬ、まい、あ、この文のパターンですね、こっから広げるっていうのと、ぬっていう言葉をもうちょっと広げられればなっていうふうに思いますっていうところですね。じゃあですね、最初ですね、まあ、これかいって書いておきました。次はふう、そしてあん、ファン、きっと、動詞をまあ5つ並べておきました。もちろん他にも入りますけれどもね。ただある程度使うパターンで決まってます。はい、見ていきましょう。かい、まい、おーっていうと、売れないって意味なんですよ。かい、売ろうとする、まい、おー。でも、外に出てこない、アウトプットがないですね。なので、売れない。売ることができないって、そんな感じの意味になります。このように何々まい、おーで不可能を表すんですね。不可能、これぜひ頭に入れておいてください。結構使うパターンになるんですよ。そしてかいをなんで入れたかって言ったら、すごい分かりやすいんですね。例えばですね、かい、まいだいっていうと、これも売ることができない、売れないでいいですよね。でも、かいまい、おうとは、やっぱりニュアンスは全然違うんですね。かいまい、おうっていうと、これは一つも売れないです。まい、おうなんで、出てこないんで。ただ、かいまいだいっていうと、もしかしたらちょっとは売れてるかもしれないですよ。または、明日は仏教の日とか、選挙の日だからお酒を売ることができないっていうね、こういう状況かもしれないですよね。ですから何々まいだいっていうのは、まあ一般的に客観的に見て何々できないでしたよね。なので、捉え方、フォーカスするポイントっていうのはやっぱり違うんですね。ぜひ何々まいおうっていうのを覚えてください。買いまいおうっていうと全く売れないです。一つも売れないです。はい、次です。ふう、まい、おーっていうと、これは話す、でもアウトプットが出てこない、なのでこれはね、言葉にならないとか、そんな感じの意味ですよ。言葉にならない、ふう、まい、おー、こんな感じでしょうかね。こういうのをまあ使ったりしますね。ですから、ふう、まいだいとか、ふう、まいべんとか、ふう、まいわいですね。これも全部不可能を表すんですよ。でもやっぱりニュアンスがそれぞれ違いますよね。プーダイ、プーマイダイっていうと、まあ、話せない、一般的に話せないでいいと思うんですよ。プーパーサータイマイダイ、
あとはプーマイダイとかっていうと、まだその時期になってないからまだ話せないとか、ここはちょっと静かにしていないといけないから話せないとか、そんな広い意味になりますよね。それがプーマイダイですよ。プーマイベンっていうと、経験がないから話せない、今までやったことが一回もない、こんなイメージですよね。でしたよね。これ可能不可能とかのところでちょっと、詳しくは触れてますね。プーマイワイっていうと、しんどくても話せないとか、プーマイワイ、何回も言っているんやけれども全然言うこと聞いてくれへんし、なんかもう精神的に話そうと思わへんわみたいな、話せないよ、そんな感じなんですね。だから全然それぞれニュアンスが違いますよね。ちょっと一応書いておきましょうか。念のためにですね、もう一度辞書を見るなりしてほしいですね。何々マイダイと、何々マイペンと、何々マイワイですね。もちろん前取ったらこれできるようになりますからね。ここのところですね、もう一度なんか辞書なんか引いたりしながらニュアンスをつかんでいくと、これある程度勉強が進んで、ある程度話せることができるようになったり、聞けるようになったりしたら、時にもう一回辞書引いてみるとすごい腑に落ちることも多いですね。頑張りましょうというところですね。はい、次です。あまいおあまいおですね。これは読めないでいいですよね。On my own。 ただニュアンスはアウトプットが出てこないっていうね、そこをつかむようにしてください。 Find my own も一緒なんですよ。 Find my own もこれも聞いてもわからないっていうね、そういう感じの意味になりますね。このようにプーとかアーンとかファンとか、あと書く気案なんかもそうですよ。 気案 my own ですね。書こうと思っても書けないみたいな、気案 my own とか、こういった4技能って言っていいですかね。話すとか読むとか。こっちは、そうですね。話すとか読むとか聞くとか書くですね。こういった4技能ですよね。と、my all っていうのも結構一緒に使うので、積極的にちょっと使ってみようかなって思ってみるのもいいでしょうね。やっぱり、my day だけで終わらせるとかもったいないですよね。あと、ニュアンスが伝わらないですよね。っていうところでしょうかね。はい、じゃあ次ですね。keep my all ですね。これも使いますね。keep my all。これ結構使いますね。きっていうと、思うとか考えるでしたよね。ですから、きっ、まい、おうっていうと、思いつかない、考えつかないなんですよ。これもよく使いますよ。ね。なので、ここに挙げたものですね。ここに挙げたものっていうのは、やっぱ積極的にちょっとはまず最初使ってみるっていうね、そういった姿勢も大事かもしれないですね。あとは辞書で調べてみるっていうのもいいと思いますよっていうところで、まずここまで終わりにしましょうか。じゃあ次ですね。次、右側見ていきたいんですよ。これですよ。ぬは思う、思い浮かべるって言いましたよね。きは考える、思うなんですよ。ですから思うっていうところではやっぱりちょっとかぶりはあるんですよ、意味が。なのでそういったところですね。でもニュアンスが違ったりとか、あとは同じように使えるとかもあったりするので、ここちょっと見ていきましょう。そういう目的を持ってですね。はい、最初です。ぬぷんチェンマイ、これチェンマイですね。はい、僕は昔住んでましたんでね、これはほんまにこう思う時があるので、それを書いた言うだけですね。ヌットンチェンマイっていうと、チェンマイを思い浮かべる、チェンマイを思い出すなんですよ。だから例えばカオソイとかね、タイのカレーラーメンですよね。タイ北部のカレーラーメンですね。カオソイを食べたら、ギンカオソイレオぬっとんチェンマイ、チェンマイを思い浮かべる、チェンマイを思い出すとか、こんなイメージですよ。次ですね。これよく使うでしょうね。キトン、キトンですね。キトンチェンマイっていうと、チェンマイを懐かしく思うって、そういう意味です。まさに、I miss チェンマイですね。何々を恋しく思う、懐かしく思うですね。これがキトン。何々の意味なんですね。ですから、キトンっていうのは、例えば、キトン、バーンとか、バーンって言ったら、うち、まあ、実家を、こういう時は指すので、キトン、バーンっていうと、ああ、実家が恋しいな、とか、そんな感じですよ。キトン、フェーン、
ていうと、キトゥンフェン、ユーティーイープンとかっていうと、日本にいる彼女、彼氏、まあ奥さん、旦那さんだったりするんですけれども、まあ、ちょっと恋しいなとか、そんな感じですよね。あとはこのキトゥンについては、まあすごい広く使うので、キトゥンプランとかって、まあこれ、まあ、日本語でも一緒ですかね。一緒ですよね。まあいいでしょう。キトゥンプランって言うと、あ、なんか友達に、なんか懐かしいな、なんか会いたいなとか、そんな感じのニュアンスですよね。ですから、ぬきですね。これ両方とも思うっていうのがあるんだけれども、その後にトゥンがついたら、やっぱりちょっとニュアンスが違う。そして、キトゥン、あ、ごめんなさい、ぬくトゥン、何々、キトゥン、何々っていうパターンですね。このつながりってよく使うので、ぜひ覚えておいてくださいですね。結構感情を表すので、いいですよね。キトゥンなんていうのは、特にこう歌なんかでもね、よく出てきますよね。大事によく使いますよ、キトゥン。この時のトゥンっていうのは、これ、何々についてっていうね、こういう感じの使い方なんですけどね、本当は。こういうのもあったりします。トゥンの使い方ですね。まあ、動詞として到着するですね。ですから考えて、どこどこに到着するんだっていうね。だから何々についてっていうふうになるのかなというふうに思います。はい、じゃあ次ですね。キとヌが同じように使えるパターンっていうのがこれなんですよ。出てきましたね、わ。どっかでね、やっぱり今ちょっと、ここ2回3回ってわーをやってるので、どっかでリンクさせたいなーっていうのは思っていたので、はい、ここでちょっと落とし込んでおきましたですね。キは何々っていうと、何々だと思うですね。ヌは何々ですね。これも何々だと思う。この場合ってほぼ同じように使えますよ。このパターンぐらいじゃないですかね。あとはちょっとやっぱニュアンス違うかなっていう感じしますね。っていうところ、ここもぜひですね、わーと一緒に、引用ですか、内容を伝えるですよね。ぜひ使えるようになってほしいなっていうふうに思いますね。あとは、このわーとよく使うパターンっていうのをここに並べたんですよ。まあ、ずらずらずらっと。キ、マイ、オー、は、何々。ね、キ、マイ、オー、考えつかない。何々についてみたいな、そんな感じでしょうかね。こんな、どうやって言えばいいですかね。例えば、キ、マイ、オー、は、やんに、たむがはん、あらいでぃとか、こんな感じでもいいですよ。奥さんとかやったらね。今日の夜、晩ごはん、何を作っていいか、なんかもう考えつかない、思いつかない、みたいな、こんな感じでしょうかね。まあ、それと比べて、ぬ、まい、お、は、っていうと、思い出せない、何々についてこんな感じでしょうかね。ぬ、はい、お、は、ポン、ゆでたい、ぎびれよ、とか、どうでしょうね。私がタイに来て何年経つのか思い出せない、みたいな。時々あったりすると思うんですよ。これ特にタイ長い方はですね。僕の場合は20年ですね。僕は2001年にタイに来たので、すごい思い出せないってことは、思い出せないことはまずないですね。それ数えやすいんですよ。っていうのはあるんですけど、何年いるかっていうのは。まあ、ぬくまい、お、わ、ゆでたい。ギビラよ。こんな感じで、まあ、使ってみてもいいのかなっていうふうに思いますね。わの後に内容を伝えるですね。はい、次ですね。次は、その反対になるんですね。き、おですね。き、お、だい、れよ、は、何々ですね。こういったパターンもよく使いますね。ぬ、お、だい、れよ、は、何々ですね。こっちは、思いついた、考えついた、考えつくことができた。何々っていうこと、こんな感じですよ。こっちは、ぬ、お、だいらよ、は、何々なので、
思い出した、思い出すことができた、何々っていうことだみたいな、こんな感じですよね。はい、ちょっと言ってみましょうか。きおだいれおはビニーみたけあライディ、こんな感じでもいいですかね。今年はどんなターゲットが目標があるべきかな、立てるべきかなっていうのを考えついたとか、こんな感じでもいいですよね。ぬおだいれおはこんなんちわらい、こんな感じでもいいですよ。あの人はなんていう名前だったっけな、思い出すことができた、こんな感じでしょうかね。はい、は何々の前に入れてみてください。よく使う組み合わせです。そしてこういったよく使う組み合わせっていうのはもう覚えちゃった方が早いですよ。こういうの覚えちゃって自分のパターンですね、自分のパターンを作っちゃったら早いですよ、会話するのは。そしてそのパターンっていうのが、タイ人もよく使うようなねフレーズやったらさらにいいですよね。耳に入ってくるのも聞き取れますっていうところでしょうか。はい、じゃあ次ですね。このまあ思い出せないっていうトピックつながりでちょっとまあ関連用語を入れておいたんですよ。はい、ジャンとルームですね。ジャンとルームですね。これも知ってる方が多いと思いますね。ジャンっていうとこれは覚えるですね。ルームっていうと忘れるですね。ですから、思い出せないっていう人を思い出せないっていう時ですよね、言いたい時ですかね、にマイジャンとかって言っちゃう方もいるんですよ。でもこれやっぱ全然違うので、マイジャンって言ったら覚えないですよ。マイジャン覚えない、なんか覚える気がないですよね、マイジャン。だから全然違いますよね。なので、そういう時はやっぱりなんかマイオーですね、これ使わなあかんですねっていうところでしょうかね。あとはですね、このジャンとルーンですね、もうもちろんこういった言葉とよく使いますね。さっきジャンですね、これちょっと言ったので、例えばジャンマイダイ、ジャンマイダイとかっていうとこれは覚えることができない、覚えられないんですよね。ジャンマイダイ、これもよく使いますよね。あとは、ルーンって忘れるですよね。ルームレオ、ルームレオ、あーもう忘れちゃった、これもよく使いますよね。こういったパターンですよね。あとはこういったところダイレオですよね。ジャムダイレオ、ジャムダイレオって言うと、あ、もう覚えることができた、ジャムダイレオ、もう覚えることができた、こんな感じでしょうかね。このパターンもよく使いますよね。前はどうでしょう、マイルーム、マイルーム、ここも使いますよ。マイルームって言うと忘れないよ、こんな感じですよね。ルームマイダイナ、ルームマイダイナ、忘れちゃダメよ、こんな感じでしょうかね。こういうのもよく使うからってね、こういったパターンですよ、よく使うパターンっていうのは、ぜひ覚えていきましょうというところで、大体漏れはないでしょうかね。最後はわーですね、こちらやってるわーにちょっとつなげておきましたというところですね。サムラ、ワニケニコナカ、コブナカ。